はい。ダイワピアラブです。中本浩二さんの件も、イルミナティによるものか、ということをお伝えしていきたいと思います。中本浩二さんの件も、10月18日でした。18日は、 イルミナティの悪魔の数字、666となっております。この18日という日にはですね、多くの芸能人や政治家の方、著名人などが、丸されております。 えー、ここ、最近で見てもですね、三浦春馬さん、神田沙也加さん、赤い公園の角舞佐さん、えー、などなどですね、まあ、媒居に糸まがありません、えー。それ以外にもですね、この18日は、えー、イルミナティにとってね、えー、まあ、大きな事件、えー、などを起こす日でもあります。 えー、まあ、中本浩二さんもね、イルミナティによるものだったのではないかという気がしてなりません。ご視聴いただきありがとうございました。